おはじきサッカーで使用されるフィギュア付きおはじき、おはじきサッカーで使用する道具おはじきサッカー、A、サブティオ、サブティオとは、サッカー選手のフィギュアが乗ったおはじきを指ではじき、ボールへ当て、ゴールにボールを入れるゲームである。おはじき状のフィギュアを指で引き、引いたフィギュアをボールにぶつけて、ゴールを目指すボードゲーム。世界一を決めるワールドカップは25年前から、 毎年開催されており、世界共通のルールでプレイされている。このゲームは1929年にウィリアム・キーリングによって発明された。その後1947年にピーター・アドルフがイギリスの玩具メーカーであるサブティオで発売し、このゲームがおはじきサッカーの由来になっている。1960年代の初めにはニューフティーとして売り出された。ABCD ホワットイズおはじきサッカー、おはじきサッカーって。nosk.jp。2020年8月29日閲覧。a b c d e f g h i j k s p o テ t 田タモリさんも、興味津々、指を使うサッカー、おはじきサッカーに迫る。sporta.com i。2020年8月29日閲覧。abc1 歴史。 nosk.jp 2020年8月29日閲覧ルール htmlnosk.jp 2020年8月29日閲覧 20175181.jpg2020 年8月29日閲覧このゲームは彼によってニューフティーと名付けられたありがとうございます